さて今回は診断最速開封ってことでゲノムエンペラー開けていきます。で俺これマジで出るカードほとんど知らないのよ。なのでちょっとね新鮮なリアクションが取れるんじゃないかなと思います。では早速開けていきます。デーモンバイツ機械毒針おっブロッカーダブルブレイカーで単体指示に自分のマナゾーンに光と闇のカードがそれぞれ1枚以上あれば自分のクリーチャーを1体破壊してこのクリーチャーをバトルゾーンに出し自分のシールド1枚墓地に置く。でカードがシールドゾーンを離れるたびに相手のクリーチャー1体フリーズか。いや強いけどこのカードを墓地に置く的なやつが多分どっかにあるんだろうな。なるほどね。はい、氷炭キックボックス。ちょっと待って、 SR の引きやばくねえか。2パック連続出たけど、ちょっと待って。山上5枚表向きにしてそっからコスト10以下になるように呪文3枚打つでしょ。いやでもね難しいよこれは。あとこのやっぱ10以下っていうのがクセモンですね。オールデリート打てないようになってるのは多分調整されてます。でロジュニア、これね話題になってたね。山札上2枚墓地置いてそっからコストの合計が2以下になるようにクリーチャーを2体まで墓地からバトルゾーンに出すってことで、僕はねみんなが思うほど強くはないかなと思ってるんですよ今の段階ではね。ただなんかまあ要素一つで壊れそうな感じはする。で使い、はい、ブロッカーでチップで自分のシールド1枚墓地に置く。押し置きムーン、カードが自分のシールドを離れた時相手自身のクリーチャー1体破壊する。まあこれはなんだろう、汎用カードかな。なんかまあ悪いことをしそうな雰囲気はある。だから押し置きムーン全体がそうなんだよな。何チップで相手のマナゾーンにあるカードの枚数より、ああこれオリオテスチャージか。まあジャッジよりはちょい弱いやつね。あのサイコロプスだね、サイコロプス。ビビットロー2の SA ブロックされない。まあ悲しみ。おー、これ期待してるやつ。ブレインタッチです。ただ、泥先がシールドなんだよな。でも、これ結局、お仕置きムーンと相性いいし、なんかこれはね、俺はこれ結構、上。カードランク上だわ。これなんかプロモになってたね。相手クリーチャー2体プリンか、プライマルスクリームか。まあ、普通に強いな、こいつは。なんか、汎用カードの極みみたいな。気配、ミネイル、ポレゴン、来た。場に出た時、相手のクリーチャー1体選び、持ち主のマナゾーンに置き、その後、そのクリーチャーよりコストの小さいクリーチャーを1体、自分のマナゾーンからバトルゾーンに出してもよい。ほう！なんかこのエターナルサンクチュアリみたいな。強いな。これ、パワーカーだな。これパワーカーっす。パワーカーシリーズはね、まあ、なんか、誰かが壊してくれるよ。フェアプロあたり、なんか動画あげそうな。待ってよ。お、来たね、これ。ゲノメンペラ。ゲンメンペラか。俺、ゲノメンペラと思ってたわ。ん？ぬはこれなのか。はいはい、ゲームエンペラー無限クライム読んで、コスト5以下のクリーチャーの能力とコスト5以下の呪文の効果を無視する。え、これ、え、相手じゃないのこれ。あ、両プレイヤーなんだ。へえ、ちょっとこれ使い方むずいな。今んところ俺は 4C マグナとかにいるかなと思ってる。これはまあ、結構悪くないかな。で、このハロウィンズカーニバル、これ昨日ツイッターで見たわ。山の上から2枚マナゾーンに置いて、その後カード1枚自分のマナゾーンから手札に戻す。だから要は、フェアリーシャワーみたいなもんだよね。単色の。これはね、悪いよ、普通に。まあ、ゴガルイズだと単純に相性いいしな。なんか悪いわ。まあ、あったようでなかったカードだね。で、暴言マックス。2000以下全マナか、相手の進化でないクリーチャー行ったら B、裏向きのまま新しいシールドゾーンとして、おー、エターナルガードか。強いな。これ強くね、普通に。ただまあ光自然っていうデッキが今ない環境に、なのでまあ将来的に出てきた時用の受け札かな。今のところそんな強くないな。お仕置きムーンでマイティマイナス3000。だお仕置きムーンめっちゃ並べてさ、自分のシールドゾーン回収するデッキってのは普通に楽しそうだな。あ、鬼タイムってまだいたんだ。はいはい、微妙。お、これツイッターで公式のね、あの開発主任 K さんがなんか言ってたわ。チップ縦追加で相手のクリーチャー毎ターンあれでしょ、一体強制突入でしょ。いや、これはね、やばいよ、普通に。カードパワー的には。4マナ6000でメリットしか書いてないから。この強制アタックね、デメリットに思うかもしれませんけど、あの、絶対メリットなんですよ。結局、だって、殴られたら嫌な時って相手殴るじゃないですか。わかる？だからどの道殴られるんですよ、そういう時って。つまり、なんか強制で殴らせるっていう効果は、デメリットでも何でもなく、ただのメリット効果です。無限クライム1、スタコラ、ファントム、押し置きムーンで、は？え？ 2 半？強っ！わからん、ちょ、お前、ハンデスっていうさ、能力見ただけで、なんか、バフかかるんだよな、俺の頭の中で。3万8500？ ああ、単価時にアタックしないか。はいはい。おお、トラが再録した！マジか！アタック時、自分のシールド1枚交換できる。あー、なるほどね。こういうカードが押し置きムーンと相性いいのか。なるほど、なるほど。2体目以降のクリーチャー召喚コスト1少なくなって、2枚目以降の呪文となるコストが1少なくなる。あー、これ、強いね。これなんか普通に使えそう。え、だって、ジョージでしょ。いや、これ、多分、え？これ、ちょっと熱いかも。古文のカードじゃないね。やばいな、現代デーマ。お、ブレインブック。
トリガーで2枚引いて、その後自分のデッド1枚山札の上に置く。だからこれあれでしょ、あのビビッドロー対象いいんでしょ。なるほどねって感じ。お、蛇王門じゃん。これプロモになってたよね。山上4枚墓地置いて、そこから闇または火のコスト6以下の進化でないクリーチャーを選びバトルゾーンに出す。でその後相手クリーチャー1体とバトルさせることができると。はーん、なるほどね。まあ強いだろうね、強いだろうけど、ちょっと待った、すごいことが言ってない。クリーチャーがアタックするときシールドが一つもないプレイヤーがいて、自分のマナゾーンに闇のカード、火のカードがそれぞれ1枚以上あれば、この順も自分でだからコストを支払わずに捉えてもらえる。革命ゼロトリガーじゃんこれ。あー強いね。自分のシールドだけじゃなくて相手のシールドも参照できる革命ゼロトリガーが、これ強いな。これちょっとやばいかも。はいはい。お、来たー。何これ、盾追加か相手クリーチャー1体破壊したと、盾回収。え、これ絶対強い、これ絶対強い。これこれだってお仕置きムーンと相性いいもん。これ絶対強いぞ。これは、まあ入るね。これ多分お仕置きムーン用のトリガーだわ。なるほど、理解。やっぱこういうのがあるから、舐められねえわ、やっぱ。これ便利っすね。リロードチャージャーだ。単色リロチャ出たの。すげえな。ビビットロー3で、相手のターンの割に自分のデッドを全て捨て、自分のターン開始時にカードを2枚引く。え、ついえ、え、ついえこれ。え、ターン開始時にカード2枚引くってことは3ドルってこと？あ、でもあれか、これ。シールドブレイクがなかったことになるか。だ、例えばシールド4枚割られても、そのターン終了時にそのシールド全部捨てないといけないじゃん。あの手札に加わったやつね。で、3ドローか。まあ、むずいな。いや、これ、バグりそう。自分の光または自然のクリーチャーがバトルに勝った時、次のうちいずれか一つ選んでもよい。縦追加か、マナ加速か。ああ、これ。あ、でもね、本体が多色だからね、ちょっとループに組み込むのは難しそう。お、レジェンダだ。これはアツトワークっすね。はい。ああ、来たー、これ。エナジーライト強化版。これはまあ、とりあえず4枚欲しいな。お、知らんカードだ。無限クライム2で、バトルゾーンに出たとき、バトルゾーンにある自分のタップしてるクリーチャー1体につきカード1枚引く。その後、こうして引いたカード1枚につき、自分のデッドが1枚捨てる。むずいね、これ。これむずいね。ちょっと難しいっす、このカード。いやー、でも、まあ、なんかあるんだろうな、これ。ベリーレアにしたってことは、多分、なんかあるね。何かの、あ、だからあれか。無限クライム捨てるってことか。はいはいはい。なるほどね。ちょっと初見殺しきついわ。おっと、来た、オーロシアター。オーロラシアター、オッケー、セーフ。ビビッドロー5で SA トリプルブレイカー、チップ3ドローブロックされない。攻撃中自分の手札の枚数以下のコストを持つクリーチャーを相手はバトルゾーンに出せない。これは多分強い。大体あれなんですよ、あの笹坊さんが混乱するぐらいの行数書いてあるカード強いんですよ。うん、これ多分強いです。切り札手1で、あ、え、0。これやばそうだよ。これやばい。これ怪しい、これ怪しい。お、カード1枚引いて、その後水または火のコスト7以下クリーチャーを1体手札からバトルゾーンに出す。で、そのクリーチャーにスペアタックを与える。で、そのターンの終わりにそのクリーチャーを山肌上に置く。だから、まあ、サイクル2ターン連続出せるんでしょ。いや、強いでしょ、普通に。サイクリカ出すだけで強いわ、これ。まあ、多分、タカラトミー先生はあれ出してほしいんだけどね。オールラシアター。なるほどねー。お、来た来た、月と破壊とサタンとエンジェル。これねー、見たわ。チップで山札上2枚縦追加。で、自分のターンの終わりに、このクリーチャーは自分のシールドを1枚ブレイクする。で、お仕置き分で、離れるたびに相手のシールド1枚ブレイク。だからこれ多分フェアプロあたりがワンショットキル作ってくるんよ、これで。わかんないけど、なんか逆転のオーロラみたいなのを使って、はい、じゃあ5枚ブレイクとかやるんじゃない？いや、なんかやりそうだよ。あの人たちはやるよ、これ。ちょ、これ、現地取っといて。おっと、火、これ、それだね。自分の他のクリーチャーがバトルに出たとき、自分のシールドを1つ墓地に置いてもよい。そしたらそのターン、そのクリーチャーにしてたか与える。で、鬼タイムで、パワー4000ダブルブリか。これは、邪毒もあるか。これどうなんだろう。いや、むずい。自分の他のクリーチャーなんだよな。だから、こいつには SF 用はないんでしょう。いや、そんなに強くない読みしていいっすか、自分。いや、多分、他の YouTuber はこれ見て、うわ、強、速攻強化やとか言うと思うけど、あえての裏読みさせて。あえての裏読み。わかんない。いや、だからこいつが SF じゃないのが弱いな。ちょっと、あえてそんな強くない読みするわ、これ。友達トレーニング。1万3000以下のクリーチャー1体破壊と、マナー加速。あー、これ、便利。便利カードっすね、これ。で、2のトリガーで、自分の手札の枚数よりコストが小さい相手クリーチャー1体破壊するか、山札上2枚見て、1枚山札下、もう1枚手札。これは、多分強い。2コストってのがいいね。これでワンチャンビビッドローまで狙えるから。なるほどね。まあ多分引くっていうテキストにしたのはそういうのだろうな。だ、手札に加えるだと、その多分ビビッドローが発動しないから、全体的にやっぱシナジーは考えてきてるよね。そんな感じがします。鬼タイムで、クリーチャーがバトルゾーン離れない効果を無視するで、パワー4000以下のクリーチャー全て破壊。これってさ、どうなん？これ合計祭とかのさ、痴漢系はどうなんだろうね。その、バトルゾーン離れる代わりに手札切ったら耐えるみたいなやつ。あれも無視されるのかな？
まあでも仮にそうだとしても6マナの効果じゃないな。これは多分絶対使われないと思うけど、これ使われたらちょっとやばいな。ちょっとやばい、俺これ使われない読みするわ。6コスがでかすぎるな。ビビッドローさんでチップダイレクリチャー1体とバトルで、このクリチャーがバトルに勝った時にワンドロー5マナ6000。あーまあ悪くないか。多分シールド戦だと結構バグかな。ちょっとビビットローさ、あれだよね、シールド戦のトップ力上げるよね、相当。楽しいデュエルマスターズできそうだけど、なんかツイッターに愚痴書き込むデュエルマスターズも多分盛んになるだろうね。はぁ、ビビットロー引かれて負けたわーっつって。オーロラシアター最速で出されたら普通に切れそうだな、誰か。プレス粉砕大厄介？いいんすか、こんな名前。知らんよ。マジ？すごいね。めっちゃパロってくるよ。は？あーびっくりした。自分で2枚までマナゾーンに置く。山札から2加速3マナかと思った。危ねえ。はい、ラスト1パック。まあでも、まあ、無理か。無理だな。キングシビリアシャーいけるもんな。はい。というわけで、光また夢のクリーチャーが返されたとき、それがこのターン破壊された1体目のクリーチャーなら、シールド1枚墓地にも行きも良い。そしたら、このクリーチャー、そのクリーチャーを墓地から戻るなんです。あー、まあでも1体目のクリーチャーならってところに、ループはすんなよっていう強い意志を感じますね。まあ微妙かな。はい、というわけで、まあパッと見強そうなのがこんな感じかな。このデスキングっていうカードはね、なんかね、コントロールに入れると、なんか普通にいやらしい動きがしそうだなと思ってるので、結構期待してます。であとまあトリックスターはおそらく多分フェアプロケミクロあたりが多分それなりにすごい動画を上げてくれそうな予感がするので撮っとくといいかも。でアストロチューノは多分無限クライムっていうデッキが強かったらこれは絶対強いのよ。なのでまあ一応多分撮っといた方がいいと思う。で意外とやばいんじゃないかっていうのがこいつなんだよね。なんかねすごい嫌な予感がする。これなんかねこれやるやついるよ。なんかねやってくるやつがいると思う。重複すんのもやばいんだよな効果が。第2章ゲンメンペラー最速開封でした。